ということで、まあ、軽く名古屋のこうバイブスをですね、はい、ランチということで、美味しいものをいただいてきましたが、はい、どうでしたか、名古屋の喫茶店のパワーは。いや、半端ないですね、あの空間。奥の、そのなんかそのマージャンゲーム、まあ、マージャンゲームあるじゃないですか。マージャンゲームの机ですね、ありましたけども、一番奥に、まあ、おばあちゃんと多分おじいちゃんのカップルがいるんですけども、それぞれがずれたその隣の そのマージャンゲームでひたすらマージャンやってるっていうのとかが月当感がいいっすね。なるほど、ナイスって、はい、いや、で、カフェオレ頼んでパンもパンもして、で、さすがに食い切れなかったんで帰りの新幹線でいただこうかなと思ってますんで、はい、いや、まさに名古屋飯って感じでしたね。軽くあの洗礼を浴びたということで、いや、初めて食べれたんで、はい、よかったですということで、はい、まあ、気分もだいぶ乗ったということで、乗ったということで、はい、はい、ドラムの打ち込みを今からしていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよですね、はい、いよいよ、いよいよでございますね、はい、やっと音が出るっていうね。やっと、そうですね、はい、お待たせしました。お待たせいたしました、はい、だいぶこのイントロダクション的なところが長いみたいな、はい、いや、皆さんよくぞお待ちいただいて、じゃあ、進めていきましょうか。はい、じゃあちょっとまた、まあ、早速というか、プロジェクト作っていくって形になるんで、まあ、まず今、うん、サラの状態でございますね。何にもないね。何にもない状態です、うん、本当にソフトウェアだけ、うん、で、じゃあここから、まあ、ドラム組んでってみましょうかという感じですね、はい、うん、じゃあ陽介さんにも触っていただきながら、いいですか、はい、ちょっとじゃあブラウズから入っていただいて、これですね、そいつでございますね、はい、そいつを押しました。で、な、でもすでにグループに入ってますんで、はい、ね、でグループにしておいて、ね、しておいて、で、例えば、まあ、タイプを選んであげたりですとか、そうですね、で、ここはキットになるですね、キットを選ぶ感じですね。次のそれですね、これですね、キッズですね、ええ、はい、でそれの次でそのキットのタイプを選べるという感じ、そうですね、まずこっちやってキッズにして、ええ、でそうですね、まあどれがいいですか、何にしましょうかね。じゃあちょっとアーティストキットにしてみましょうか。戻って、それで、ええ、はい、じゃあこの中の、はい、ねえ、がもう全然これもう直感で、あ、直感でいいですか。直感でいいです、もう、それで作ってしまえと。じゃあもうこれでいきましょう。さあ何が出るかな。ダントンエプロム A キット、 ABC までキットありますね。これ多分大人気のキットでしょうね。ああ、なるほどねダントンっていう人なんですか、これ、はい、なんでしょうね、ダントンですね、はい、ダントンさん、はい、ロードされましたと、はい、あ、これ押してもうすでにこうやって、あ、で、そうなんです、はい、そうですね、ここもまあ一つ重要なポイントといいますか、うん、まあこのキットと読み込むとですね、もちろんサンプルはロードされるんですけども、うん、まあ、デモパターンといいますか、うん、まあ、この素材を使って、うん、まあ、この、まあ、これはアーティストキットになりますんで、うん、このアーティストが組んだそのシーケンスパターンという形になると思うんですけども、うんうんうん、それもですね、何個か、ね、ついてくるっていう、あ、お手本みたいな、そうですね、うん、で、まあ、賢い人なんかはおそらくここからですね、うん、自分のものにしていったりという、あ、なるほど、ね、これをもとに、うん、ちょいちょい、ちょいちょい変えてってっていう感じのこともいけるでしょうし、なるほど、なるほど、ほう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 、ちなみにじゃあこれで切りましょうか、はい、ただ今ですね、はい、これ、あ、ちょっとその前に、うん、フルベロシティじゃないかな、こういう時は、フルベロシティにしましょうということですね。これさっきのやつですね、そうですね、フィックスベロシティ、ね、パッドモードを押してで、こうですね、フィックスベロシティですね、はい、パッドモードを押してフィックスベロシティ、これを点灯させると、ベロシティ関係なくなりますので、常に、マックスの音というか、はい、安定した音質でできるということですね、はい、これを点灯させました、うん、じゃあちょっとこれのドラムでいってみましょうか、はい、で、まあそのドラムのキットじゃないな、パターンですね、はい、パターン作るのに必要な要素として、まあ、まずドラムは、まあ、音源が揃い、で次にまあシーケンスっていう素材が必要になってくると思うんですけども、うん、いよいよまあエアマシン、お待たせしました、シーケンサーの登場でございます、はいはいはい、でまずですね、うん、ちょっとマシンの概念といいますか、うんうん、でまあ、先ほどまではこの何でしょう、まあ、サウンドとグループとまあマスターという3つの階層があるなんて話もしましたけど、サウンドグループマスター、で次からはですね、そのデータ的な、うん、そのイベント的なですね、うん、お話になるんですけども、なるほど、
要するにその、うん、いわゆるまあそのよくシーケンサー、シーケンサーと言われますけども、ね、シーケンサー、うん、まあ、要するにそれのそこにまあそのノートイベントを貼り付けて、うん、それ で、まあ、トリガーになって、まあ、サウンドが鳴るという感じですけども、うんうんうん、マシンの場合はですね、シーケンサーとは言わずにですね、うん、そのセクションのことをパターンというんですね。あ、そうなんですか、パターンって言うんですね。パターンって言うんです。で、このまあパターンを、うん、まあ、キットごとに作るわけですよ。今はこれドラムのこのキットですけども、うん、これのキットを使ってまあパターン、ドラムのパターンを作るという形です。で、すべてのまず、マシンで、作りする時のですね、うん、基本となるのがパターンとなると思っていただいてもいいと思いますね、うん、ここで、まあ作成したパターンを、うん、まあ、最後出てきますけども、シーンという、まあ、この上部で、うん、まあ、その貼り付けるというかこう並べていってですね、うん、まあ、1曲とするという形になりますので、まずはまあ全ての基本は、うん、このパターンであるという。なるほどなるほど。で、そのパターンを、うん、まあ、選択してあげるといいますか、うん、これを押す。そうですね、はいはい、でこれを押すと、まあ、うん、こんな感じで点灯しますけども、うん、でそうするとここが今光ってるのがお分かりだと思いますけども、はい、あ、ここにパターンって書いてありますね。ここまでも見やすいこの画面ですけども、まあ、要するにこれこの今読み込んだキットに対して、うん、8個のパターンが入ってますよと。あ、もうすでに入ってるね、入ってるんですね、うん、で例えばこれ多分ハウスかな、フリップしてる、じゃあこっちでいきますよ、うん、まあこんな感じ、はい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 、まあ、意外や意外ジャジーでしたね、うん、渋いですね、なるほどね、ナイフなど弾いていただけたら、はい、お、あ、パターンで変えれるんだ。そうなんです、うん、で、これが要するにこれはもうデモパターンだと思う。おお、これなんかやばいですね、なくていいね、うん、このまんまいけちゃうくらいのいや、それ意味ないんで、感じですけど、まあ、こういう感じで、まあ、各キットに対して、まあ、多分8個って結構多い方だと思うんですけども、うん、まあ、2個から、うん、まあ、最大、まあ、いっぱいあるでしょうけども、うん、まあ、それなりの、まあ、デモパターンっていうのがついてきますんで、うん、その辺はですね、まあ、まず、うん、その辺で、まあ、ね、ちゃんとこのノートを見イベント情報見れますんで、どうやって配列されてんのかなみたいなところも、まあ、学べると言いますか。あー、これを押すと、こうやって変わっていきますね。そうです。で、これ今実はまだ全部が見えてないんですね。うん、で、見たいなっていう場合は、このナビゲートボタンを押していただいて、はい、こうですね。これでこういう感じで。おあ、これ便利ですね。こういう感じで。なるほど、なるほど。同じく、まあ、上もなんですけども、まあ、こういう感じで。あ、上もですね。ここですね。まあ、上がそのシーンってやつ。まあ、ここでもまあ変えれますよっていう。なるほどなるほど、はい、うん、はい、で、まあ、この、パターンですけども、うん、こんな感じで入って